悪趣味だなんだって言いやがってよ。だが分かるやつには分かるんだよな。気に入ったならちょっと触ってみるか。 小学生からどっぷりギターにハマってたロック少女だったらしいからな。ありゃ俺たちを上だぜ。いや、それほどでもありますけどね。感想を聞きたいけど、今日はあれだったからな。 せっかく来てくれたのにすみませんでしたね。じゃあどうです？思い切って現役復帰ってのは。おお、いいじゃないか。これはそういう巡り合わせなのかもしれないぞ。 思い出しますって。弾いてみたいな。ちょっと弾いてみてくださいよ。 ほど似合っていたからな。そうだ、今度当時のビデオをいくつか持ってきてやる。本当ですか？見たい見たい。伝説のフクオカライブってあります？ああ、もちろんだ。 ブラはちゃんとしてたのかとか、いろいろ。ちょっと、何すんのよ。ちぎられて。話せ。女装だかオカマだかゲイだかなんだか知らないけど、そんなくだらない話をしてる暇ないわよ。こっちはこの後反省会。 やりなさいよ。私らは反省することないし、今日の先輩はリホ。あんた一人でしょうが。バンドってのはそんなもんじゃないでしょ。一人でやってるわけじゃないんだから。私の失敗は全員の失敗なのよ。何？
何を都合のいいこと。いいから来い。 面白そうなバンドだろ。 少しは気晴らしになったか。 気分転換になるだろう。 これからもたまには寄ってくれよ。 感謝だ。 あいつがいつまでも帰ってこないからいけないのよね。 電話が最近ならなくてイライラしてたわけだ。ちょ、ちいか、ごめんね、リホちゃん。別に電話なんてならなくたって、どうってことないわよ。どうせ話すことなんて大してないし。そうなの？
それじゃあそんなに必死に電話探すこともないんじゃない？別に必死になんて探してないっての。いちいち言うことがムカつくわね。あんた学校行かなくていいわけ？試験終わったから試験休みなんです。ちなみに試験は平均92点よ。クラスで一番。へえ、地下そうなの？すごい。